はい、こんにちは、佐藤です。こんにちは、モンチです。はい、今日もモンチさんと音声取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モンチさん、2015年に、法人化して独立脱サラということだと思うんですけれども、これを聞いてくださっている方々でもやっぱり、お勤めされながら物販始めて、おいおいはこの独立したいとか脱サラしたいと思っている方がいらっしゃると思うんですね。そうですね。うん。なので、ちょっとそこら辺のお話とか心境とか、どんな感じで独立したのかっていうお話させていただこうと思うんですけど。はい。物販は、歴はもう結構長いですもんね。いつぐらいでしたっけ？ですね。まず、はじめに、eBay っていう、アメリカのオークションサイトで、日本のものを売り始めたのが、初めって言えば初めなんですかね。ヤフオクはもう結構ずっと、身の回りのものを売ったりはしてたんですけど、物販を本当に始めたっていうのは、eBay からかなっていう。ところですね。ああ、なるほど、なるほど。eBay で始まって、それで、今の VBC の前身である GBC に入れたのが2014年とかでしたっけ？ 13 年とか14年とか、初期の頃ですね。最初の年に入会しましたね。はい。その頃はまだ、じゃお勤めされてたってことですかね？そうですね。まだその時はサラリーマンをやってました。ちなみになんか、当時は脱サラしようとかそういう思いがあったんですか？そうですね。最終的には、物販で独立はしたいなっていうのは思ってましたね。いつまでとかそういうのはあまり特に決めてなかったんですね。そうですね。本当に自分の給料の3倍ぐらい稼げたら、独立しようかななんて、ぼんやりとは思ってたんですけど。ああ、そこら辺もやっぱマイペースなんですね。はい、なるほど、なるほど。でもなんか会社が嫌だったとかそういうのがあったんですか？そういうわけでもなく。そうです。本当に勤めたところは結構、ね、朝も早くて夜も遅くて休みもないっていう、そういうところだったので、本当にめちゃくちゃ嫌な仕事ではなかったんですけど、やめて、自分の力でやってみたいなっていうのはありましたね。なるほど。ちょっと自由な時間もなかったって感じですね。そうですね。全くなかったですね。本当に、物販するのが本当に夜11時から2時とか3時とかが自分の物販の時間みたいな、そういうサラリーマン時代を4、5年続けてましたかね。へぇ、すごいっすね。じゃああんま寝てないですね。朝も早いですよね。そうですね。4時間ぐらい毎日睡眠が取れればいいかなっていう、そんな感じでした。今お子さんも2人とかでしたっけ？そうですね、子供2人おります。当時あんまり家族の時間もなかなか持てずみたいな。そうですね、本当に土日が仕事だったんで、本当に子供の学校の行事とか、そういうのは全部奥さん任せで、母子家庭ってなんか友達から呼ばれたみたいですね。奥さんは。お父さん見たことないみたいな。なるほど、なるほど。じゃあそういうのはちょっとこう、いつかやっぱ仕事に対してっていうよりもそういう時間とか家庭に対してっていうなんかあったんですかね。本当にね、もう本当に時間が取れなくて、本当に子供とかと遊びに行くこともほとんどなかったんで、ちょっと、ね、もっと時間作れたらよかったんですけど、今は時間作れるようになったら、もう子供がね、本当に高校生とかになっちゃったんで、なかなか遊びにも行けないんですけどね、一緒に。あれ、お嬢さんでしたっけ？そうそうそうです。じゃあちょっと思春期みたいな。
そんなことないですか？思春期じゃないですか？ああ、思春期、思春期も真っ盛りですよ。そうですか。ごめんなさい。あんまり。音声なんで後ろにいんのかなと思っちゃって、びっくりしちゃいましたけど。いえいえ、ごめんなさい。ちょっとね、聞こえなかったですね。ごめんなさい、ごめん。僕は言っていいのかと思ったんです。わかりました。なるほどね。はい、でも、あれ、なんか、この間は、入学式だから卒業式なんで、とか、そういうようなメッセージもいただいたと思うんですけど。そうなんですよ。じゃあ、今はもう結構、そういうの時間が、物販で独立。独立はいつされたんでしたっけ？3年前ですね、独立したのは。もう40になって、独立っていう、結構僕遅いんですよね。独立が。いや、なんかそれ結構びっくりして、もう物販をすごいがっつりやってるイメージがあったんで。そうですか。意外だなと思います。結構なんか最近って表現でもあるじゃないですけど、はい、そうですね、つい最近ですね。やっていけるかなと思ったのがつい最近なんで、はい、そうなんですね。で、なんかそのじゃあ会社を辞めようって思ったこのきっかけっていうか、このいい思う、まあ何かをきっかけにして、もうそれで辞めるっていうことを会社に伝えたと思うんですけど、その時期っていうのはどんな心境だったんですか？心境ですか？心境とかきっかけとか。そうですね、はい、まあ先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ稼ぎの3倍以上いけるようになったので、まあ、これはいけるなと思ったんで、うん、まあ、とりあえず会社には、うん、独立して、うん、やっていこうと思うんですっていうことを伝えて、うん、まあ、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、辞めることができてっていうことですね。あ、まあ、ちょっとね、いろいろ会社も辞めてほしくなかったみたいで、うん、あんまり円満会社ではなかったんですけどね。強引に辞めてきちゃったみたいな。はいはいはい、それだけ必要とされてたってことですね。なかなかあの人もいなかったんでね。で、今やめ、まあ、いいことしたね。うん、はい。はいはいはい。あ、ごめんなさい。で、なんか僕のイメージだと、もぐしさんってすごい自由な印象があったんですけど、結構あの、のんびりっていうか、マイペースでやられてる。めっちゃのんびりやってますよ、もう本当に会社辞めてからは。じゃ全然変わったんですね。生活変わりました ね。もう毎日8時間を寝るようにしてますしね。倍になっちゃったんですね、寝る時間が。倍になっちゃいましたね。でも、すごいですね。でも、10時とか11時から始めて、副業で始められて、それでサラリーマン時代の給与が3倍稼げるようになって辞めて、睡眠時間は翌日から2倍になったみたいな。そうですね。うん、体は楽になりましたね。ああ、よかったです。だからそういうふうな、なんか、今、音声聞かれてる方でも、これから独立しようとか、まあ、お勤めの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方に向けて、なんか、アドバイスとかってありますか？そうですね。まあ、サラリーマン時代は本当に時間が作れなくて、うん、本当に僕も、やりたくないなーなんてちょっと思いながら、まあ、やってたんですけど、まあ、本当にその中でもやっぱり本当にやればやるだけ物販って本当に返ってくるので、うん、副業ってね結構しんどいと思うんですけど、うん、少しでも1日2時間でも本当に時間作ってコツコツと継続して、うん、まあ、継続は力なりっていうんじゃないんですけど、うん、本当にやっていけばきっと結果は出るんじゃないかなと思いますね。うん、ありました。じゃあ最後になんですけど、今こう、まあ、だいぶ独立されて自由な時間とか、あとは経済的にも以前より、まあ、自由な分ができたと思うんですけど、なんかこの今後、まあ、僕も聞いたことないんですけど、どういうことをしていきたいとかあるんですか？どういうことですか？そうですね。目標とかあるんですか？会社を潰さないように、うん、60まで今の仕事をこう日々勉強しながら、うん、こう対応しながら、うん、このままのペースでやっていきたいなっていうのが目標ですね。なんか本当にちょっと緩いんですけど、うん、申し訳ない。なんかそのマイペースなモンチさんが僕好きで
なんかあのモンチー塾やろうっていうのを 2,3 年前ぐらいから言っててずっとのんびりのんびりしてないじゃないですか。そうですね、ずっとこだわってましたはい、なんかまあこれぐらいいったらこれぐらいいったらみたいな、今回はあのもうそろそろやりましょうよみたいなんでやっとこう思い起こしを上げてくれたところがあって、まあ、嬉しかったんですけどすいません。いやいやいや、だからちょっと今後もこういうモンチさんのファンはたくさんいると思いますんで、ぜひ一緒によろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあちょっとなかなかこういう感じでしたけど、この音声を終えていきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもすいません。ありがとうございます。はい。